私の肌のぬくもりをお望み。いいわ、愛しい坊や。坊やの知的欲求を満たすのも私の務めね。この髪型を気に入ってくれたようね、坊や。真夏の夜が終わりを告げるまで毎日会いに来てくれるかしら、愛しい坊や。疲れているようね。さあいらっしゃい。隣に横になってその体を休めるといいわ。チェリーを食べたいの？素直でいい子ね。ではご褒美に食べさせてあげる。こうやって機嫌を損ねたり怒らせたりすることを怖がらないで。坊やの求めしものを教えるといいわ。それを叶えるのが私の役目よ。たまには理性に休館を与えるのもいいわ。美しき真夏の夜に坊やを胸の中で甘えさせてあげること、それだけが私の望み。